書籍紹介すごいやっぱり面白かったっすね。こちらのデデーン、漢字とは何かっていう本なんですけれども、こちらの岡田先生はですね、漢字の成り立ちからその解説までをですね、ずーっと書かれております。で、漢字というのはどんなものかと言いますとですね、中国大陸っていうのをですね、むっちゃ異民族が入り混じっているそういう地区なんですよ。中国人じゃないのっていう方もおられるんですけれども、いいえ、30ぐらいの言語があるんですね。大きく分けても4つぐらいの言語がございます。日本も実は8個ぐらい言語があって、それ方言って言うんですけれども、八丈島語とか沖縄語とかあるんですけれども、中国に至ってはですね、ほぼ別言語って言っていいものが大きく分けて4つあるんですね。ということでですね、異民族同士がですねコミュニケーション取るためにはどうしたらいいんだろうっていうので編み出したのが敬意文字っていうやつなんですね。我々の文字ってのはですね、人類の文字ってのは基本的には話し言葉を表す言葉です。あ、い、う、え、お、こういう感じであいうえおを表していきますよね。じゃなくて漢字はですね、ちょっと書きますね。大人、好き、女子、わかります？これでおっさんは女の子が好きだって読まないといけないんですよ。これがですね、敬意文字の正体というか、まあ不完全であり、でも話し言葉が通じないので表音文字にしたところで、まあ外国語なんでね、わかんないんですよね。なんでこういう感じでですね、こう意味を伝えながら漢字のニュアンスを感じていく、意味を考えていくっていうものがですね、漢字なんですね。すごい難しいんですよ。で、そんなんだからですね、外国語をですね、文字から学ぶみたいなことをしないといけないんですよ。意味わかります？全くわからない外国の文字をまずは意味もなくとりあえず覚えていくみたいなことをしないといけないんですよ。すごいね、なんか難しいんで、ちょっとね、その触りだけでも見てみましょう。はい、これデデーン、見てみてください。これ有名な漢詩なんですけど、わかりますか？じゃあちょっと読んでみてください。はい、わかりましたか？わかんないでしょ？全然わかんないですよね。これね、東方の春望っていう詩なんですけれども、日本語にいたしますと、国破れて山があり、城、春にして草木ふかし、時に感じては花にも涙を注ぐ、別れを惜しみては鳥にも心を驚かすっていう美しい曲なんですね。まあ故郷が滅びた時にあの時のことを思いながら、でも草木だけはしっかりと綺麗に咲いている、花が咲いていることに私は涙が流すみたいなすごい曲なんですけれども、日本語の注釈なしでもう一回こう漢詩を見てみてください。はい、ね、何も感じないでしょう。これね、情緒が分かんないんですよ。意味を忖度したいといけないんですね。日本語だと涙を注ぐなんて言われたらですね、あーってこう来るものがあるじゃないですか。ところがまあ注ぐ涙って書いて、もう情緒もへったくれもないですよね。心の動きを合わす漢字自体は感じる、惜しむ、驚く、この3文字しかなかったりとかするんですね。これで情緒的な言葉は無理ということでございましてですね、まあ、あの漢字っていうのはですね、すごい不完全なコミュニケーションツールなんですね。で、文学部ってあるじゃないですか。文系理系って分かれるほどね、一大ムーブメントになってるんですけど、日本では。外国はね、もう基本は理系なんですよね。理系、数字の学問が素晴らしいよっていう話になってるんですけど、日本だけはなぜか知らないけど文学部ってすごいなって話になってるじゃないですか。文系ってなんだろう、法学ってなんだろう。これね、漢字の影響なんですよ。 100% 文系だったんですね。異民族を統治するコミュニケーションツールとしての漢字がですね、まあ、東洋ではですね、共通外国語みたいになってたんですね。外国語を勉強せずにまずは漢字を勉強するっていうことがですね、国際化っていう話だったんですね、昔は。だからですね、その勢いを引きずってですね、日本では文系の東大法学部なんかが威張り腐って嫌がるんですよ。意味わかんないですね。使ってると不便なの分かるじゃないですか。そのうちにですね、魔改造する民族が現れたんですね、漢字のことを。どこでしょう？そうですね、日本人ですね。魔改造といえば、そうなんです。日本人はまずこう、ここのですね、こっち側だけ、左側だけ取って片方だけしか使わないカタカナっていうのを使って表音文字を作り出しました。あの加えるのかの口をなくしてか
っていう感じにしてみたんですね。まあ、むちゃくちゃしたんですよ。そのうちにですね、ひらがなも登場させます。あれは、略字、漢字をサラサササって書き言葉で書いたのをどん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 こう魔改造していって、ひらがなっていうものにしたんですね。そしてカタカナ、ひらがなっていう2つの表文字を使うことによってですね、外国由来の言葉はカタカナにするとかですね、日本語的な表現はひらがなにする、名詞とか熟語は漢字で書くっていうことでですね、恐ろしいほどの表現力を生み出したんですね。なのでですね、あの識字率が半端なく高いんですね。中国の新華社通信っていうのがあるんですけれども、まあ、新聞なんですよね。新聞なんですけれどもですね、なんと発行部数がですね350万部しかないんですね。まあ一番大手の新聞で350万部です。これはですね、朝日新聞が今400万ぐらいですから、朝日新聞に負けてますね。毎日新聞が300万部なんで、毎日新聞と同じぐらい、読売新聞が700万部ですから、だいたい読売新聞の2分の1ぐらいしかない。なんでこんなに差があるのかって言ったらですね、もう意味わかんないんですよ、漢字だらけで。やっぱこの日本人の識字率の高さっていうのは、情緒があって意味が素晴らしく伝わりやすいっていう日本語の書き文字の完成をさせて識字率をアップさせていったんですね。すごいですね日本。そんな日本なんですけれどもですね、中国の漢字にですねどんどん逆輸入されていくんですよ。ちょっと一例を、はい、例えばですね、この小説っていう字なんですけれども、まあ我々が読むあの本のことは、これ中国の元々の意味はですね、取るに足らないバカ話って意味だったんですね。言ってみたらブラックジョーク、そんな意味だったんですけれども、これ日本の近代化とともにこう小説って意味がある時期からゴロッと中国の言葉の中で変わります。これに日本から輸入したんですね。他にもですね、例えば経済学、社会学、物理学などですね、学術用語は全て日本語です。日本からの逆輸入の言葉、漢字によって成り立っているんですね、中国語。他にもですね、日本人が使う漢字がですね、中国の文法を変えたっていう例をお示しいたします。例えばですね、これですね、何々的、よく見るじゃないですか。これね、日本由来なんですね。それまでなかったんですよ。昔の漢文とかはですね、全然こういうつなぎ言葉みたいなのが出てきません。日本の文献を訳すときにこういう意味だよっていう当て字をやることによってですね、漢字は随分読みやすくなっちゃった。文法が変わったんですね。何々の敵、何々に在理、何々に関して漢を、何々によって言う、何々と認める、このようなですね、つなぎ言葉がですね、日本人の漢字を輸入することによって次々と漢文がですねどんどん良くなっていくんですね。でこれによってですね、厳密な科学的なお話ができるようになるんですね。つまりですね、中国の科学の発展っていうのはですね、日本の漢字を使うことによって出来上がっていくわけですね。ところがですね、日本語由来なんだよなんて話知らなかったでしょう。私も知りませんでした。中国人も知らないんですね。これは、俺たちが作ったって思ってるんですね、中国人で。逆にですね、日本の漢字こそ俺たちが教えてやったっていうお話してるんですね。一番最初にですね、統治のために異民族とコミュニケーションを取るためのツールが漢字だったって言いますね。ってことはですね、中国人の感覚としてはですね、日本人が漢字を使っている以上、俺たちの支配下にある、そういうふうに思うんですね。意味わかんないですよね。それってエジプトがヒエログリフ由来のアルファベットを使っているヨーロッパは私の領土だって言ってるようなもんじゃないですか。ヨーロッパ人がアルファベット使ってるのとはエジプトのヒエログリフだから、ヨーロッパ大陸全部俺のものだよねってエジプト人が言ってるようなもんなんですよ。でもね、それがね、中国人の感覚なんですよ。そんなね、独特の何とも言えないこの感覚の違いがですね、この岡田秀弘、漢字とは何かっていう本にですね、たくさん書かれております。日本人の使ってる漢字の使い方とはちょっと違うんだなっていうのをちゃんと知っておくと、今後の国際関係論とかですね、なんで日本がですね理系が弱くて文系強いのとかですね、ある意味の日本の病巣ですよね、こんなあるのかっていうお話がですね一冊に込められておりますんでですね、素晴らしい本でございますので、ぜひ買って読んでみてください。ちなみにですね、じゃじゃん、3200円でございます。図書館にあるといいですね。セムでした。